にちは、ユアーズです。今回はシエンタ専用バックドアガーニッシュのご紹介です。車の外装をゴージャスに飾るメッキパーツ、シエンタのリアビューを豪華にカスタムします。バックドア下側にメッキの輝きが加わると高級感を演出できますよ。錆や腐食に強い高品質ステンレスを採用。ユアーズのメッキパーツは長期間使用したいという方におすすめですよ。実車に取り付けて何度も微調整を行い商品化しているのでフィッティングもバッチリ。車体にぴったりジャストフィットする安心設計です。経験豊富な専任スタッフが一から製作しているので他社製品にはないデザイン仕上がりをお届けします。汎用にはないオリジナリティを楽しめますよ。このチャンネルでは新商品の紹介や取り付け動画を中心にプレゼント企画などもしていますので、ぜひ下のチャンネル登録ボタンを押していただけると励みになります。それでは取り付け方の紹介です。まず最初に仮合わせを行います。メッキパーツがボディラインに合っているか確認してください。付属のダッシュクリーナーを使って取り付け位置をきれいにします。汚れが残っていると後から剥がれてくる原因になるのでしっかりと拭いてきれいにしてくださいね。メッキパーツ裏の両面テープを剥がします。貼り合わせで確認した位置に慎重に取り付けてください。全体を上から押して圧着してください。取り付け完了後、最低3時間は強い力をかけたり、水など濡れないように注意してください。リアビューにさりげなく光るメッキパーツで雰囲気が変わりました。純正のように車体に馴染み飽きが来ないパーツです。このカスタム、次はあなたの番です。シエンタにお乗りの方、ぜひお試しください。この動画が参考になったという方はグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。